カシマ・ハギマロ4月21日から1932年8月26日は日本の元皇族家族山品の宮・菊丸王第四王子母は菊丸王狐子日本海軍の軍人最終階級は海軍隊員救命・ハギマ王学習院中等科海軍兵学校予科を経て1926年3月 海軍兵学校を卒業。翌年10月1日海軍将尉に任官するとともに、訓一等局実等課題受賞を受ける。戦艦、伊勢乗組となる。また遠洋航海が終了した同年6月13日頃から、兵学校時代より関心のあったユトランド海戦の研究に着手する。1928年1月20日、13式練習機を操縦して、 航空術講習を終了する。同年7月1日付で、癌により親戚効果が認められ、鹿島の加盟を賜り、白尺に除せられる。効果に伴い、貴族院議員資格も消滅した。同月戦艦、春名乗組となり、以後横須賀陳府付,付、海軍大学校を含むなどを経て、1929年11月、海軍中尉に進級。 海外専科学生として学び、横須賀航空隊付となる。しかし、健康を害したため1932年3月に、退名となった。同年7月15日付で生涯唯一の著書、ジュトランド海戦史論の序文を、西洋先の鎌倉で書き上げた。同年8月26日、急性腹膜炎のため、長谷部邸にて生居。満26歳の若さだった。 海軍隊に没時進級した。成去後、1932年10月に遺産が、東京養育員及び、東京養老院に寄付された。1934年4月に、白尺鹿島萩丸記念小学基金が、萩丸の遺志に基づき貢献人である兄、つくば藤丸によって創設された。同年に、ジュトランド海戦史論が刊行された。萩丸王に関するカテゴリー。 ありがとうございます。